はい、どうも皆さんこんばんは。 BC スウェル所属 ADC 担当のビビロやることふみやつです。よろしくお願いいたします。本日はですね、ワイルドリフトパッチ 3.1V ブラボーの解説動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は一人ですってことでですね、もう早速もう見ていきたいと思います。はいはいはい。多数のチャンピオンへの変更やアイテムの調整で、スカトルがね、調整が入るっていうことでですね、見ていきたいと思います。で、3週間ぐらいですね、パッチ 3.1 ベブラボーは続きますのでやっていきたいと思います。はい、エレメンタルリフトドーンで、これ結構地味にいいなと思ったのが、ドラゴン2体倒した方がドラゴンソウルなんですよ。で、前って5分に1回湧いて3体取らないといけなくて、なんか最低でも15分で、僕何回かやったんですけど、15分で敵降伏するっていうのは何回かあったんで、そうですね、これは嬉しいですね。2体でそのドラゴンソウルを経験できるっていうのがすごい楽しみかなと思います。はい。で、スキンこれバジガツいっすね。これめっちゃ好きっすわ。これアッシュありそうと思ったのにないんすかね。もうあんのかな。なんかアッシュ似合いそうと思ったのに、まあ、これブランドとグレブスどっちも僕使うんで買おうかなと思ってまーす。おい、はい、よいしょー、どっこいしょー、はい、どっこいしょー。もうこの辺はね、ちょっと、はいはいはい。で、はい、チャンピオンのバランス調整見ていきたいと思います。まずブリッツクランクですね。はい。で、この前回なんか防御低下させるつもりがなんか忘れちゃったみたいな、忘れちゃったけど、まあそんなに勝率も上がってないし、別に特に挑戦する必要もないかなみたいな、なんかそういう結構ポップな感じのこと書いてあります。で、まあこうなりますよっていう感じですね。うーんって感じです。へーぐらいの感じでした自分は。はい。物理防御50、レベルアップごとの物理防御 5.1、 レベル15の物理防御、ああ、そうですね。いいですね。はい。見ていきます。はい。で、ダリウス。ダリウスはバロンレーンで圧倒的な強さ。まあ、ハルブレイカーとか結構積みやすいんで、こいつ。内部強かったよっていうので、ね、出血が臭くなってタンクするまでの時間を長くしたいので、攻撃速度の、まあ、多少ですよね。こんなの。まあ、27%。まあ、15% 違えば、まあ、多少は変わるのかなーって思いますけど、まあ、そんなに変わんないかなーって気もします。ちょっとトップレーナーの皆さん教えてください。はい、フィオラですね。フィオラもナーフですね。で、フィオラのナーフなんですけれども、なんか、ダメージは上がるけど、9ですかね、このファントってのは。9が、ちょっと短くなるよっていう、この感じですね。うんうん。で、なんか結構弱くなったみたいな噂も聞いてるんで、なるほど、なるほどって感じですね。やっぱ ADC からすると、この辺が良くなるのは嬉しいっすね。はい、で、次、ジンです。ジンなんですけども、まあまあまあ、妥当なナーフかなと。基本2000とか出てたんで、3コアで。ドラゴンとかに対して。なんで、それが1000ダメージになったよってとこで、まあ、一緒に、まあ、それでも、他のジャングラーと一緒のやることがあればですね、4発目打つときに、だから HP 2000のときに、まあ、約、まあ、じゃあ1500だとしましょう。ドラゴンの HP が1500で、リーシンと一緒に、せーの、ドーンってやったら絶対取れるんで。だからその、ワードゥーセですね。ワードゥーセ。いきましょう。はい、カイサですね。カイサの、まあ、ナンバフっちゃバフなんですけど、まあ、大して変わらん気もするっすね。スーパーチャージが2秒、3秒短くなった。スーパーチャージ。まあ、確かに、この、カイサって、まあ、E を解放した後に、カイサのウルトで飛んでいくときって、割と E のクールダウンが上がってるかって大事なんですけど、E とか Q の。クールダウンが上がってるのが大事なんで、そこのタイミングの調整はしやすくなるとはいえ、これでめちゃめちゃ強くなるともなんとも思いにくいかなと思います。うん。で、ルシアンっすね。ルシアンのこの Q のスキルですかね、ピアシングライト、これが短くなりますよっていうことで、まあこのピアシングライトって基本的に連戦でもハラスで使っていくスキルで、まあ湧くたびにまあ基本的に打っていけたら強いスキルで、まあまあ2分戦えば約 1.5 回ぐらい ?15、13ぐらい。あ、まあ 2回ぐらいは打てる回数が変わってくるんで、まあまあまあいいかなと。まあただまあ若干っすかね、これも。って感じです。E を短くしてほしいですね、もう1秒だけ。はい。で、次、マスター E ですね、マスター E。マスター E はどんどんナーフされてますね、かわいそうですね。まあもう使えないんじゃないですかね、あんまり。魔力、攻撃力反映率が下がる、40% 下がるのはちょっと、
痛いも気もするけど、痛い気もするけど、なんか割とマスター E ってなんか、ビルド王剣ウィッツブラクリとか見るんで、王剣ウィッツブラクリって攻撃力70ぐらい。なんでまあそんなに変わんないといえば、そんなに変わんない。28しか変わんないんで。まあって感じはしますけど、まあそれでもまあ、もともとナフされてちょっと、やばいなってなってたので、さらにナーフされたんでちょっときつくなったかなっていう。まあ僕もバンちょいちょいしてたんですけど、もういいかなと思ってます。はい、オラフですね。オラフ見ていきたいと思います。オラフの、オラフの捨て身切りのダメージを低下させましたが、コストで適切な値に調整していませんでした。コストはダメージの 30% になることを想定するんでね、そのように調整しますということで、まああれですかね、与えるダメージと、受けるダメージがちょうど 30% になるようにしてたっていうのを、ダメージ下げたけど、食らうダメージ変えてなかったよ、だから下げるよってことかなと思います。多分そう、まあね、3なんでまあ大して変わらない気もしますけど、うん。まあ前回のナーフの調整なんか、漏れてたよってところの直しだと思います。はい、で、ラカンですね。ラカンは、特に恋人のザヤトっていうことでですね。まあなんですけど、まあ割と、まあロアとか積む人は大丈夫だと思うんですけど、まあロア、マデ戦とか積む人も、まだそれでも、まあ意外となんかその集団戦とか小競り合い終わった後に、ちょ、俺もマナないわ、みたいな言う、レックス君がよう言うと思うんですよ。マナぐらいあるやろうと思うんですけど、まあ結構本当ないんで、それが、まあバフされたってことで、まあ継続戦闘も可能になるのかなと。いう風に思うんですけど、まあラカンの別にマナがきつくて使ってねえわっていうわけじゃないと思うんですよね、こいつって別に。マナがきついからちょっとラカやめようってなることはないと思うんで、これも変わらないかなと。使ってた人がまあよっしゃラッキーぐらいの感じかなって思います。はい、瀬戸。瀬戸、まあ瀬戸またナーフですね。まあやっぱ強いっすよね、瀬戸ね。ファイティングスプリーってことで、なんか、食らった減少体力に応じての体力自動回復みたいなやつが、まあ、ちょっと少なくなりますよ、と、序盤。まあ、だから、連戦ちょっときつくなるですよ、みたいな。ナックルダウン9ですかね。9が、まあ、ちょっと下がりますよ、ってことなんですけど、まあ、これ自分、あんま変わらないんじゃないかなって思うんですよね。まあ、結局、こいつの強いところって、まあ、ぶん投げで、敵こう一緒に飛んでって、うーんが強いんで、うーんとかが、もっと変わんないと、あんま変わんないかなとは思います。まだし別に全然サポとかでもできるんで、はい。まだ強いかなと思います。はい、ゆうみちゃんですね。可愛いですね。猫可愛いですね。ってことで。叩いて守ってじゃんけんぽいということで。叩いて守ってじゃんけんぽいってあれでしたっけ、この、ゆうみのパッシブですかね。ちょっとカンニングナウ。そうですね。これが、ああ、なるほど。まあ、だってこの叩いてかぶってじゃんけんぽいって基本的に、まあ、連戦とかでめちゃくちゃ重要になるスキルなんで、まあ、そうっすね。まあ、そんなめちゃくちゃうざくなるわけじゃないかなと、思います。あんま殴れる機会ってのもないと思うんで、まあ、それでも、もう、ユーミって僕結構強いと思ってるんで、インチキかなと思ってます。で、まあ、マナ回復もまたでかいっすよね、これ多分。これがでかいっすよね。ユーミってマナきつかったっていうのが、この、マジでこの、これついちゃったんで、だいぶ連戦が簡単になるかなと、3%。ついちゃったとか3%上がってるんで、もっともっと簡単になるかなっていう風に。そう、だから連戦がやっぱりほんと強くなりそうっすよね。で、気まぐれミサイルも、短くなるし、マナも下がってるんで、本当に、ちょっと厄介なキャラになるんじゃないかなと自分は睨んでます。まあ、大会、皆さんご存知かわかんないですけど、大会とかユーミ使えないので、出てきてないってだけで、大会で使えるようになったら、多分全然出てくると思います。なんかバグあるみたいですね。はい、次ゲームプレイの変更です。アイテム、バンシーベール。バンシーベール。まあ、バンシーベールが、まあ、この、まあまあ、上がりましたよってところなんですけど、こんなちょっと、まあ、ちょっと上がったよりは、お金安くしないと多分、まあ、結局、まあ、積む人は積むし、もう積んどるやつは積んどるけど、積まれたら止まんのじゃな、俺、ほんまに、バンシーベルなんてね。本当に。なんで、あんま変わんないなと思います。結局、相手のキャラに合わせて積むかどうかっていうところだと思います。でヘクステックメガドライブ。まあ、これは、まあまあ、いいんじゃないかなと。サポートが積みやすい。まあ、結局、積むのってサポートだったりすると思うんで、その辺のキャラクターに対して、まあ、より積みやすくなったっていうのは、まあ、いい調整かなと。でも、これも結局、積んどるやつは積んどるけど、積んどるやつは積んどないじゃん、ほんまに。
アイトロビスアイドルのにしまっとるビスしまっとんじゃい。はい。で、これね、これもうみんな大歓、ジャングラー大歓喜。もうワイワイ、もう宴開いてましたもん、その辺で、あの辺で。ってことでですね、ロングソードから変えるようになりましたと。これいいですね、自分も、セナとか積むとき、積むんで、ディバインサンダラ。2が積みやすくなったんで、非常にありがたいな、と思ってます。はい、モータルリマインダー。モータルリマインダーもね、もうこれ50にせなきついんちゃうんかいって思うんですけどね、自分も。まだ結局、金券積んで止めとくみたいなのが多いかなと思います。まあ、セルリダーより5上げたよってところもそんな変わんないなっていう気持ちがしてます。でトリニティフォースですね。これも、まあ、これでは取り積もうとはならないぐらいかなと。思いますね。多少本当にもうトリニティフォースはもう高くしてええから、もうマナを補填してくれ。マナが欲しいんじゃわしらは。もう最初の頃のトリニティフォースに戻してほしいです。高くしていいんで、お願いいたします。はい。でヨウムの連携、これ熱いっすね。バルスとか積むと思うんですけど、なんかヨウムなんか弱くなったしなみたいな顔してたんですよ、僕積む時なんですけど、まあ、これでもうヨウムの連携2点目結構もうバチンみたいな感じで積みやすくなったなぁと思ってまーす。なんかこれ、まあ、さっき検証してみたんですけど、スキルヘイスト10から15って。まあ、スキルヘイスト10がだいたい、まあ、8. 何パー ?8.9 ぐらい ?8.8% とかかな。で、スキルヘイストが 13% ぐらいなんですよね。15にすると。まあ、4% ぐらい速くなるよっていうところで。まあ、ほんと数秒の単位だとは思うんですけど、まあ、それでも。ないよりマシかなっていう感じで、はい、いいかなと思います。リフトスカットルですね。これめっちゃでかいんじゃないかなと思ってて、なんか今まで、まあ、自分ちょっとあんまりこうガチでジャングルやってなかったんであれなんですけど、なんか5キャンプカニで5レベになってた印象なんですよね、基本的に。まあ4、まあ、じゃあ赤、鳥、犬、青。で、4レベルになって、で、スカトル取って、で、グロンプで5になってトップダイブみたいなのもあったと思うんですけど、なんかそれが多分できない。ミニオン結構吸わないとならなかった。なんかさっき検証したらなんなくて、残り4分の1ぐらいかな。4分の1ぐらい足りてなかったんで、そうですね。これはでかいですね。5キャンプだけじゃダメだよってところで。で、ミニオンも吸わないと。5レベルになんないんで、大事な調整になるかなと思います。なんで、フルクリアは5レベルになりました、ちゃんと。っていうところです。この辺によってですね、多分戦略とかも結構変わってくると思うんで、5レベルになるならないって、めっちゃ大事なことだと思うんで。まあ逆に ADC からしても結構嬉しいっすよね。まあ3キャンプ狩り。まだ3キャンプ狩りでスカトルっていうか、取って、青側来たらまあフルクリアするから、結局5になるか。まあ、そんな変わんないっすね。まあ、4キャンプ狩りのやつらが変わるかなって感じです。はい。で、これで以上ですかね。なんかこの辺の、おい、よいしょ、どっこいしょって書いてます。はい。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また、次のパッチ解説で会いましょう。